最初はこちらだぜ。マリサ、角田って今シーズンの F1 を盛り上げてる存在よね。そうだな。戦闘力の低いアルファタウリのマシンで、毎戦のように入賞を争っているもんな。そうね。来年こそいいマシンに乗って上位を走ってるのを期待したいわね。じゃあ今回は、角田勇気について解説していくぜ。レートブレイキングの秘密。まずは、角田が F1 に昇格するまでのキャリアについて、解説していくぜ。気になるわ。角田は F1 に上がってくるまで、どんな経歴だったのかしら？一覧にすると、こんな感じだ。何これ？こんな看板どこにあったの？神奈川県相模原市にある、JR 横浜線橋本駅を出たところに展示してあるぜ。そうなんだ。ここ最近の角田って、険しい表情をよく見るから、こんな笑顔見るとびっくりするわね。そうだな。レースの時はエンジニアや、他のドライバーに怒鳴っていたりするイメージだが、素顔は優しい若者って感じがするな。そうね。さっきの画像を見ると、4歳でカートを始めたのね。そうだな。きっかけは家族で遊びに行った帰りにカート場に立ち寄ったのがきっかけだったんだぜ。そうだったのね。たまたまだったの？それはわからないぜ。だが、角田のお父さんは、かつてシビックのワンメイクレースに出場していたから、全くの偶然ではないだろうな。角田と、自動車レースの運命が交錯した瞬間なのかもしれないわね。そうかもしれないな。これ以降角田は、お父さんにそのカート場に連れてってとせがむようになり、毎週行くようになったんだ。そこで、今の角田のお父さん仕込みのブレーキ練習をしてたんだ。どんな練習なの？緩衝材を壁として置き、そこに向かってカートを走らせギリギリで止まる、というものだ。これによって、角田は今の F1 でも見せているような、タイヤがギリギリロックしないくらいなところで、ブレーキをコントロールする技術を身につけたんだ。そうなのね。角田がオランダグランプリで、マクラーレンのノリス選手相手にブレーキと最終コーナーら辺で差をつけて、必死に粘ってたけど、その技術の礎はここで磨かれたのね。そういうことだな。世界最高峰の舞台で戦う力を、地方の小さなカート場で身につけたと思うと胸熱だな。そうね。今じゃ F1 で大活躍してるけど、始まりはそんな感じだったのね。そうだな。角田は4歳でレーシングカートを始めて、高校生ぐらいまで、お父さんと二人三脚でレースに出ていたんだぜ。そうだったのね。結果はどうだったのかしら？2010年頃から少しずつ結果を残すようになったんだ。2015年、全日本のカート選手権で準優勝して、フォーミュラカーに転向していったんだぜ。いよいよだわ。意外な救世主。角田は鈴鹿サーキットレーシングスクールのフォーミュラカー部門に入校したんだ。そうなのね。そのスクールはどういうスクールなの？これは、鈴鹿サーキットに本拠地がある、ホンダのレーシングスクールだぜ。そこでは、ほとんど初心者くらいの選手に対して、ホンダと関わりのあるプロのレーシングドライバーが、レースについて教えてくれるスクールなんだぜ。そうなのね。思い出したけど、岩佐選手もそこのスクールの卒業生だったわよね。そうだったな。岩佐は卒業後、ホンダの支援で国内、海外のレースに参戦するようになって、現在は F2 で、今年のチャンピオンを争っているな。角田もやっぱりこのスクールを卒業するときに、それ以降ホンダの支援を得られるような成績での卒業だったの？いや、そのホンダの支援でレースを続けられるのはその年の上位2人だけだったんだ。その言い方はダメだったの？後に F1 まで上がっていくんだから、角田は余裕の1位だったんじゃないの？いや、この年は強力なライバルが2人いたのもあって、角田は3位になってしまったんだぜ。え？それじゃあどうなるの？全部自費でレースに出てたの？いや、本来それ以降のレースで、ホンダの支援を受けられないはずだったんだが、とある人物が角田の才能を見抜いて、ホンダに支援するように推薦したんだ。で、ホンダもその人物の言う通りに角田を支援したんだぜ。さっきから言ってる、その人物は誰なの？一連の流れからすると、相当な大物だと思うんだけど。ヒントは、この画像だ。何これ？角田がその人から卒業証書のようなものを受け取っているシーンだな。なんだか見たことあるわ。この後ろ姿。正直、この人が後ろ姿で写っている写真ってこれくらいだぞ。日本のレースの歴史に、間違いなく名を刻んだ人だな。中島悟さん？正解だ。中島さんが角田の才能を見込んで、ホンダに推薦したんだぜ。すごい話ね。やっぱり日本人初の F1 フルタイムドライバーだけあって、人を見る目があるのね。そうだな。これによってなんとか日本の F4 選手権に参戦することが叶い、18歳でチャンピオンを獲得したんだぜ。いきなり結果を出すのね。ここから先も、トントン拍子に進んでいくのかしら？それはこの後のお楽しみだぜ。異例の昇格。翌年ホンダが、国内のレースで成績優秀だった角田を含む3人を、F3 の合同テストに派遣したんだが、
この時に角田は、レッドブルジュニアチームに所属するドライバーをしのぐタイムを叩き出したんだ。すごいわね。そうなると、何か変わるのかしら？この走りをレッドブルのヘルムート・マルコ博士が評価して、角田がレッドブルジュニアチームに入ることが決まったんだぜ。そうなんだ。さっき、F3 のテストって言ってたから、この年は F3 に参戦したの？そうだな。でも、この年に所属した F3 チームは決して強いチームではなかったんだ。そうなの？ああ、実際、角田以外にもこのチームから計5人のドライバーが、スポット参戦も含めてレースに出場したんだが、ポイントを獲得できたのは角田だけだったんだ。すごいわね。それじゃあこの翌年は F2 かしら？そうだな。この F2 に参戦した年がすごかったんだぜ。なになに？どうしたのよ。この年は F2 参戦初年度ながら、シーズンを通じて、ポールポジション4回、優勝3回、表彰台には7回上って、総合成績では3位に入ったんだぜ。本当に、角田っていきなり早いのね。そうだな。そして、この年の F2 ドライバーの中で、最もタイヤの使い方が上手かった人に贈られるピレリトロフィーと、F2 の最優秀新人賞に当たるアントワーヌ・ユベール賞と、FIA ルーキー・オブ・ザ・イヤーを同時に受賞したんだ。この年の賞という賞を独占したのね。すごいわ。やっぱり F1 で活躍するだけのことはあるわ。そうだな。実際にこの翌年には F1 に昇格してるしな。F2 も1年で卒業したのね。昇格早いんじゃないかしら？そうだぜ。F1 まで上がっていくドライバーでも、角田より年月がかかる人っているもんだが、角田は一気に階段を駆け上がっていったな。苦難の時期。これが F1 デビューの時に使っていたヘルメットだ。これ、まじまじと見ると小石か何かが当たって、ヘルメットのペイントに傷がついてるのね。そうだな。ちなみにこれが F3 に参戦してた時のものなんだが、近くで見ると結構ボロボロになってるよな。あ、ほんとだ。傷だらけね。そうだな。話を元に戻すが、F3 と F2 をそれぞれ1年で卒業した角田は、2021年に今も所属するアルファタウリからデビューするんだ。そうなんだ。なんだかあっという間ね。そうだな。ずっとその実力を示していたから、当然といえば当然かもしれないが、シートがうまく空いたのも良かったよな。そうね。でも、やっぱり F1 の世界は厳しいんじゃない？どうだったの？そうだな。1年目は苦労したが、それでも、開幕戦でいきなり入賞したぜ。すごいじゃない。完走台数の少ない荒れたレースだったの？いやいや、完走扱いは18台だからそんな荒れたわけでもないぜ。むしろこのレースで角田は、ワールドチャンピオン経験者たちを相手に互角以上の戦いをしてみせたんだぜ。すごいじゃない。ワールドチャンピオン経験者って言うと、フェルナンド・アロンソとか？そうだな。フェルナンド・アロンソもオーバーテイクしたな。あの、オランダ・ザントフォールトのバンクで、レコードライン外から一気に何台も抜いてくる妖怪みたいな人？そうだな。その妖怪みたいな人だ。でもな、それだけじゃないんだぜ。まず、4回ワールドチャンピオンを獲得した、セバスチャン・ベッテルを24周目にオーバーテイク。その次に、さっき霊夢が言ってた妖怪のようなアロンソを、27周目にオーバーテイクしたんだ。すごいわね。デビュー戦の新人には、格が違いすぎる相手たちじゃない。さらに、39周目にキミライコネンをオーバーテイクして、その当時のワールドチャンピオン経験者のうちの、ハミルトン以外を全員オーバーテイクして、デビュー戦でいきなり入賞したんだぜ。まさに脅威の新人ね。日本人で過去にデビュー戦でいきなり入賞した人っていたっけ？いや、いないな。角田は最終的に9位フィニッシュで、それより前の順位でゴールした人も過去にはいるが、その時のポイントが6位までだったりして、ポイントを取れてなかったな。時代が違うから単純な比較はできないけど、すごいことね。快挙じゃない。そうだな。ちなみにその時のレーシングスーツとグローブがこれだぜ。そうなんだ。レーシングスーツって意外と薄いのね。それに、レースが終わると結構シワシワになるのね。そうだな。このハンガーもそんな重さに耐えられるものじゃなさそうだから、重量も相当軽いものなんだろうな。話をまた元に戻すが、それ以降の2021年シーズンはプレッシャーだったり気合が入りすぎて空回りしたりして、結局、角田は32ポイントを獲得したんだ。だがチームメイトのピエール・ガスリーが、110ポイントを獲得して、3倍近い差になったんだ。なるほど、いくら角田といえど、F1 参戦1年目はなかなか難しいのね。そうだな。2年目は角田も F1 に慣れてきたが、マシンの戦闘力とピットの判断力が、それ以上に落ちてしまったんだ。そのため、ポイントを狙える機会が減った上に、ピット戦略をミスして、ポイントを逃す場面が増えたんだ。これは、ドライバーにとってはフラストレーションがたまるんじゃない？そうだろうな。最終的に、角田が12ポイント、ガスリーが23ポイントで2人の差は前年より縮まったが、2人とも下位に沈んだぜ。それでも、
この年は2人合わせて35ポイントも獲得できているじゃない。そうだな。このまま行くと、10ポイントもいかなそうな今シーズンに比べればまだいい方かもな。そうよ。今シーズン、ニック・デ・フリース選手が力を出せずに途中で解雇されたのをきっかけに、角田のチームメイトが、コロコロ変わってるとはいえ、今年のアルファタウリはひどすぎよ。確かに、今のアルファタウリは相当苦戦しているな。でも、そんな中で角田は安定した走りを見せているわよね。何かあったのかしら？それを今から説明するぜ。運命の分岐点。角田の変化の理由の一つに彼女ができたのもあるのかもしれないんだ。そうなの？だがそれ以上に、マリオ宮川さんがマネージャーになったことで、角田の負担が減ったことが大きいはずなんだ。契約面とかをマネージメントしているの？そういうことだ。それまでは自分で全てを管理していたんだ。今年からマリオ宮川さんが、角田のサポートを行うようになったんだ。マリオさんは、公式マーケティングエージェントや、1991年にフェラーリドライバーだった。ジャン・アレジのパーソナルマネージャーだったんだぜ。なるほどね。F1 の表も裏も知り尽くしてるような人なのね。そうだな。そんな人がマネージャーについて本人も、より今年は走りに集中できるようになったと言っていたぜ。なるほど。そういう身の回りの変化があったのね。それで、角田のここまでの流れに関しては分かったけど、これからはどうなりそうなの？日本グランプリ予選土曜日、2024年もアルファタウリ残留が決まったぜ。めちゃくちゃ嬉しいことだが、この発表で今回の動画を急遽変更したからそこは泣きたいぜ。そうだったわ。でも、2024年も楽しめることになったからよかったわ。確かにな。2024年のマシンは戦闘力も上がりそうだしな。みんなが期待している日本人初優勝を見てみたいわ。続いてはこの動画だぜ。ねえマリサ、角田って今シーズンが3シーズン目だったじゃない？そうだったな。来シーズンで4シーズン目になるな。これまでは、どんなシーズンだったのかしら？じゃあ今回は、角田の F1 での3シーズンについて紹介していくぜ。激動の3年間。まず最初に、角田とホンダの関わりについておさらいしていこう。なんか、契約更新の際にホンダが介入したとかしてないとか言われてたわね。そうだったな。まず関わりを持ち始めたのは、角田がホンダレーシングスクールに加入した2016年で、卒業後、F4 参戦の時点からレース資金の援助を受けているな。ちなみに、現在はどうなのかしら？現在、角田の公式ホームページを見ると、ホンダ、ホンダレーシング、ホンダカーズ神奈川西が、スポンサーとして記載されているな。じゃあつまり、今でもホンダから支援を受けるドライバーなのね。そういうことだな。一方でレッドブルと角田は2018年から関わっているため、それより長くホンダと関わっているんだぜ。それだと、レッドブルは角田とホンダとの関係についてどう感じるのかしらね。まあ、将来的にホンダにくっついてアストンマーティンに行くのではないか、とか考えてもおかしくないよな。だから角田も記者会見とかで、レッドブルに誤解してほしくないって言ってたのね。確かに、今シーズンの途中くらいからしきりにそう言ってたな。今述べたように、角田はいろんな意味で注目を集めているが、無線ゲーもその一つだ。今年も、確かメキシコグランプリでピアストリに抜かれた時に無線でピーマンってすごいブチ切れてたわね。そういうことあったな。さすがにあれだけピーってなっちゃうと何言ってたのかはわからないが、角田としては、あれはよほど腹に据えかねたんだろうな。でも、他にも予選アタックを妨害された時とかも、よくピーってなってる無線を言ってるよな。あの無線で荒れてるのは F1 に昇格してきて、何かきっかけがあったのかしら？いや、クリスチャン・ホーナー曰く、角田が初めて F1 マシンのテストをした時に、いきなりマザーファッカーって言ったらしいんだ。だから、そもそも下位カテゴリーに参戦して、英語で、その時のチームとやり取りをするうちにだんだん暴言を身につけていったんだろうな。そうなのね。すごく特殊な英語の覚え方をしたせいで、今無線が注目されるようになったってことね。でも、角田の無線ってよく注目されるけど、きっかけは何だったのかしら？デビュー2戦目のエミリアロマーニャグランプリだな。FP3 でペレスが原因の渋滞ができていた時に、それに腹が立って、ファッキング。まるで渋滞天国だ。何これ？って言ったんだ。これが角田の無線でのやり取りとして、注目を浴びたのがきっかけになったんだ。なるほどね。でも、当時のペレスってフォースインディア？いや、レッドブルだったぞ。じゃあ、セカンドチームのドライバーがファーストチームのドライバーに怒鳴り散らしてるわけでしょ？そうだな。そういうことになるな。なかなかこれまでの日本人ドライバーでは見ないタイプね。そうだな。でもこれがネットでおもちゃにされて、他のドライバーにも面白がられた。当時メルセデスのボッタスもトラフィックパラダイスを無線で真似したんだ。そんなことがあったのね。今現在はどうなのかしら？今シーズンに、ダゾーンの番組に出演した際に角田の無線が特集されたことがあったんだが、その時に、
今になって振り返るとトラフィックパラダイスのあの無線は恥ずかしいって言ってたな。あ、そうなるんだ。今はそういう気持ちの面は穏やかになってきたのかしら？感情をそのまま出すんじゃなくて、もっと冷静にマシンやタイヤについて必要な情報を伝えられるようになりたいって言ってたな。そうなのね。でも、ここ最近の F1 でも、無線で怒ってる人って F1 だと結構いるからね。確かにな。マックス・フェルスタッペンとかも結構怒ってるなって思う時はあるからな。ただ、角田の最初の頃のはやりすぎで、少しずつ改善してきて今に至る感じだろうな。何せ、レッドブルのドライバー育成プログラムを統括するヘルムート・マルコが角田のことを問題児と呼んで、彼のためにスポーツ心理学者を手配したっていうのは有名な話だからな。そんなことがあったのね。じゃあ、他のドライバーと比べてもよっぽどじゃないの？いやいや、今はもうそんなことしてないが、かつてフェルスタッペンがレース中のオコンの動きに激怒した。そのレースでチェッカーを受けた後、長いピー音が入った暴言を吐いて、その後オコンをこづいたことがあったんだ。そんな？もう手が出ちゃってるじゃない。マックスも初期の頃は相当荒れてたのね。じゃあ、角田が無線で暴言を吐いているくらい、大したことがないような気がするわね。いやいや、やっぱりフェルスタッペンもその後は人を殴ったとか蹴ったとかそんな騒動は起こしてないから、多分彼なりに自分を抑える術を見つけたんだと思うぜ。なるほどね。それを今、角田も見つけようとしているわけね。ちなみに、そんな角田が F1 界の他の人たちから、どう評価されているのか気になるわね。気になるか？じゃあ、角田に関する他の F1 関係者の評価を見ていくぞ。まず、レースごとに発表されているパワーランキングに関してだ。あれって、毎回出てるけど、どうやって評価してるのかしら？これに関しては、F1 の公式サイトがやっている企画で、毎レース5名の評価者が10点満点で各ドライバーを採点、その平均値を公開しているものなんだ。あ、公式がそんなことをやっているのね。ちなみに評価者っていうのは誰かしら？私的には、ニコラス・ラティフィとかニキータ・マゼピンとかそういう元実力派ドライバーだと思うけど、どうなの？いや、それは公開されていないからわからないな。でも、もしかしたら5名のうち2人はそうかもしれないな。それでこのランキングなんだが、今シーズンの初めの頃、ずっと角田はランクインしてたんだ。そうなのね。その評価者はどんなコメントをしてたのかしら？まず、最初のランクインは第2戦のサウジアラビアグランプリだな。この時の F1 公式サイトに書いてある評価は要約すると、自身は遅いマシンに乗りながらより速いマシンで後ろから車グヌッセンを複数の周回にわたって抑え続けた。彼と彼らのチームにとっては残念な結果で、彼も無線でフラストレーションを爆発させていたが、もし彼が今後も、このような走りを続けていればこのランキングのレギュラーメンバーになっているだろうとのことだ。なるほどね。角田の走りを公式が評価してくれてたのね。他のレースはどうだったの？スペイングランプリとかも9位でゴールして、5秒のタイムペナルティを加算して12位に落ちてたけど、パワーランキングでは6位でポイントに値する走りだった。この走りをずっとやってれば年間ランキングの、トップ10にも入ってくるだろうって言われてたな。そうだったのね。それで、年間の方はどうだったのかしら？トップ10圏外だったな。やっぱり前半のスペイングランプリから先のレースで苦しむ場面があったし、後半もアメリカグランプリまではアンラッキーな部分もあって、うまく自分の力を出せなかったのがでかかったのかもな。そうだったのね。ここはぜひ、来シーズンこそ入ってもらいたいわね。でも、さっきのは F1 公式の評価だったけど、契約とかに影響するレッドブル上層部はどう見てるのかしら？そうだな。まずじゃあ、あのクリスチャン・ホーナーから見ていこうか。そうね。レッドブル代表のあのホーナーからね。いい成長を遂げていると思う。彼は速いし、経験を積んでバランスの取れたドライバーになってきたと思う。ただ、レッドブル昇格についてはまだ早いとのことだ。今シーズン、ホーナーが角田のことを評価する機会は何回かあったんだけど、基本的にはこれだったな。なんだか、評価してるんだか、してないんだかわからないわね。マリサはこれどう見てるのかしら？そうだな。個人的に、本当に実力がなかったらデフリースみたいにシーズン中にいきなり解雇だと思う。でも、角田は3シーズンフルで戦い続けた。だから、実力がないことはないんだと思う。確かに、そこは間違いないわね。ただ、なんとも言い難いコメントなのよね。それはつまり、2026年からホンダがアストン・マーティンと組むってなって正直扱いに困ってるんだと思うんだ。なるほどね。でも、レッドブルにとって本当に欲しいと思えば、その2026年以降もレッドブルに残る道ができるわけだし、ここはホーナーにも認めてもらえるように頑張ってほしいわね。そうだな。そんなホーナーはアブダビグランプリの角田の走りについて、彼は特に1ストップで素晴らしい仕事をしてくれた。彼は明らかにタイヤを非常に丁寧にケアしていた。あの戦略で、彼は非常に強いペースを持っていた。
間違いなく彼にとって今年最高のレースだったと思うって言ってたんだ。お、あのアブダビでの走りは認めてたのね。なんだか一ファンとして嬉しいわ。ちなみに、ホーナーは角田がレッドブルに昇格するのにあと何が必要かとかは喋ってるのかしら？これに関しては、今年のモナコグランプリの時に角田の速さと才能に疑問はない。ただ、もっと経験を積んでレース状況を深く読み、エンジニアともっとコミュニケーションを交わし、うまくプレッシャーに対処できるようになる必要があるとのことだ。なるほど。もう走りは申し分ないけど、それ以外のところに課題があるっていう見方なのね。指摘されたところを修正して、レッドブルに昇格できるようになるといいわね。確かにそうだな。そのためには来シーズン開幕からすぐにリカルドをボッコボコにしないといけないな。それも開幕戦からリカルドがクビになるまでコテンパンにな。リカルドも実力あるドライバーだから、なかなか厳しいわね。でも、そんな角田のことを評価してくれてる人もいるんじゃないの？ああ、今季で退任したフランツ・トストさんなんかは一番と言っていいほど評価してたな。そうだったのね。彼はどんな評価だったの？まず、将来的にはレッドブルに昇格できるだけの速さを持っているって言ってたな。将来的には、ってなんかホーナーと似たようなことを言ってない？いやいや、トストさんは具体的に、2025年、彼はついにレッドブルの準備が整うだろうって、はっきり言ってるんだ。じゃあ、来シーズン、名前が変わったあのファエンツァのミナルディを卒業して、ジャガーに昇格する準備が整うってこと？いや、いくらなんでもアルファタウリがミナルディにはならないだろ。それに、レッドブルは来季もレッドブルだからジャガーにはならないぞ。いきなりわけのわからないことを言うなよ。そうかしら？私はあのチームはまたミナルディっていう名前に戻るんじゃないかって思ってるけど。いや、どうせレーシングブルズで決まりだよ。それはわかんないじゃない。意見のある人はコメント欄に書いてほしいわ。確かに、そこは気になるな。でも、ホーナーと同じく、まだレッドブルに昇格するのは早いっていう見方ではあるんだ。なんだか厳しいことを言われてるような感じがするけど、要するにまだそれだけ伸びしろがあるってことよね。そうだな。レッドブルの F1 事業をまとめるレッドブルテクノロジーは2022年、25億円の最終利益を計上しているぜ。結構儲かってるのね。フェルスタッペンの契約金が半端ないけど。だから、レッドブルはいくら多額のスポンサーを持ち込まれても遅いドライバーはいらないってはっきり言えると思うぜ。なるほどね。つまり、角田は真のトップドライバーになりうる才能があるって見られているわけね。具体的にレッドブルに行くためにあと何が足りないってトストさんは言ってるのかしら？そこに関しては、トストさんの言葉をそのまま引用するが、栄養やフィジカルトレーニングの分野でも、引き続きハードワークをしていく必要がある。私が見る限り、実際に勇気はそれに対して、とても熱心に取り組んでいるけどね。ただ、真のトップドライバーになるにはまだ十分ではないと思う、とのことなんだ。でも、純粋な速さはもうトップドライバーの一人だとも言ってるんだ。つまり、広い意味で体作り的な感じ？まあそういうことなんだろうな。それが真のトップドライバーになるためにまだ足りないそうだ。なるほどね。ホーナーの話もそうだし、トストさんの話もそうだけど、どうやらあと一歩なのね。そうみたいだな。でも、その一歩がどのくらいの歩幅の一歩なのかはわからないからな。でも、他のドライバーからしたらどう見えてるのかしら？そこも気になるよな。去年までチームメイトだったガスリーの角田評はこうなんだ。ガスリー曰く、角田は人々が想像しているより早いと思う。彼は今年に入って態度を変えたと思うよ。それは、彼が F1 のトップドライバーになるための必要な仕事を、過小評価してきたからだと思う。トップドライバーになるのに必要な仕事？具体的に何かしら？彼の携帯電話から Uber Eats のアプリを削除するところから初めて、彼の人生は変わったと思う。彼はジムの匂いが嫌いなんだ。でも、今はトレーニングに集中している。そしてアルファタウリは、ドライバーに求められる仕事をする上での倫理の教育という面で、いい仕事をしたと思う。なるほど。さっきトストさんも言ってたけど、食事とかトレーニングに課題があったってことなのね。そういうことだな。ここまではレッドブルの内部にいた人たちの意見だったが、ホーナーはレッドブル側で、トストさんとガスリーは二人ともアルファタウリの中から見てた人たちだから食事とトレーニングは課題だったんだろうな。確かにそうね。ただ、そもそも我々には角田がどんなトレーニングをしてて、どんな食事をしてるか知らないから、なんとも言い難いけど、とにかく F1 の世界で生き残れるように頑張ってほしいわね。それで、他のチームのドライバーは角田のことどう見てるの？それに関しては、マクラーレンのランドノリスがすごく可愛いやつだよね。それでいながら、レース中の無線で不機嫌な一面も見せるね。すごく率直で、悲しみや怒り、喜びも正直に表に出す。でも性格はすごくナイスガイなんだよ。F1 に参戦している年数的にも、年齢的にも角田のことを弟みたいに見えているのかしらね。そうなのかもな。
また、このラジオで荒れることがあったりすることについては、ドライバーとして、また人間としてとても重要なことだと思う。とても率直で親切なんだ。それが勇気の魅力だよ。って、ノリス的にはこれを肯定しているんだ。そうなのね。ノリスはあくまで他チームから角田を見ているから、さっきの3人とはまた違うイメージを持ってたのね。そうだな。でも、角田って本当に愛されてるんだなって感じるな。でも、やっぱり F1 で大事なのはチームメイトに勝つことじゃない？その辺はどんな状況なのよ。まあ、角田は今シーズン全レースに出走したが、リカルドは途中からで、怪我離脱もあったからな。単純な比較はできないが、ラップタイムを純粋に比較したのは、角田対リカルドの動画で見てほしいな。あと、確かに角田にとってリカルドは倒さないといけないんだ。同時に、リカルドの経験やドライビングスタイルの違いから学ばないといけないところは大いにあるみたいだぜ。そうよね。ここ数年ちょっと輝きは失われていても、F1 で8勝しているドライバーだもんね。そうだ。それに、アルファタウリだって前半戦にマシンのポテンシャルが悪かったり、セッティングが決まらなかったりして苦しんでいた時、デフリースを解雇しただろ？あったわね。デフリース最後のレースになったイギリスグランプリなんか決勝で2台揃ってドンケツだったもんね。その時だって、デフリースが単純に遅かったのもあるけど、やっぱりマシンに対するフィードバックが、微妙だったこともドライバー交代の要因としてあったと思うんだ。なるほど。その時、アルファタウリは若手2人のドライバー構成から若手とベテランに変えようとしたわけね。そういうことだな。つまり、まだ角田のマシンに対するフィードバックに関してはリカルドから学ぶべきだということだ。なるほどね。確かに角田にはさっきからいろんな人が言ってるように伸びしろがまだまだあるけど、アルファタウリにいて学習できるところも大いにあるわけね。それで、マリサは来年の角田をどうしたら飛躍できると思ってるのかしら？まず、そもそもアルファタウリのマシンがどのくらいのポテンシャルになるのかが大事だよな。まあやっぱりそうなるよね。例えば2021年のハースみたいな戦闘力のマシンだと、本人がどんなに頑張ってもマシンの戦闘力のせいで、入賞すらできないような状況になっちゃうからな。確かにそうね。とんでもないクソマシンが来ちゃうと本人のモチベーション的にも厳しいだろうし、ぜひ入賞圏内で戦えるいいマシンを期待したいわね。あとは、やっぱりもう F1 参戦4年目になるわけだし、ミスをしないことだな。もちろん、F1 ドライバーも人間だからミスはするが、もう1年目の頃のようなミスを繰り返す状況は許されないからな。そりゃそうよね。前にトストさんも今の F1 にルーキーがなれるのには3年かかるって言ってたけど、角田はその3年が過ぎてるわけだもんね。そりゃそれだけのものが求められるわね。そういうことだ。ミスは許されないが、どんどん成長していかないといけないわけだ。厳しいように見えるかもしれないが、そもそも F1 ドライバーって世界で20人しかなれない職業で、ここ最近 F2 を卒業した待機組が増えてるしな。平均年収も1億を優に超えるわけだし、当然といえば当然だぜ。でも、そんな言われちゃうと本当に不安になってくるわね。そもそも、トストさんやホーナーが言ってたことを、角田がやったら本当にレッドブルに昇格できるのかしら？いやいや、大いにあると思うぜ。そもそもレッドブルがペレスに満足してるかっていうのは、メディア向けには調子のいいことを言うが、正直大いに疑問だからな。どういうことかしら？今年のモナコグランプリ以降明らかにペレスが不調に陥っている感じがあるが、そもそも、それ以前から、マルコは2021年から定期的にペレスのパフォーマンスに不満を漏らしているんだ。え？そうなの？やっぱりレッドブルがフェルスタッペン向けに作ったマシンに癖があるのは明確みたいなんだ。それ、よく言われる話だけど、どんな癖があるの？よく言われているのは、フロントの動きがすごくピーキーでステアリングをちょっと切ると、ものすごく曲がるような、マシンがフェルスタッペンの好みだと言われているんだ。それ、運転するとかなり大変そうじゃないの？一般人からしたらそう思うかもしれないが、フェルスタッペンはそういう好みなんだ。このフェルスタッペンの好みに合わせて作られたマシンが、それまでにフェルスタッペンのチームメイトになっていた、ガスリーやアルボンを苦しめていたと言われているんだ。聞く限りだと、フェルスタッペンはそれでいいかもしれないけど、チームメイトたちは本当に乗るのが怖かったと思うわ。そうだろうな。それで、このマシンに対して、ヘルムート・マルコが言うには、この癖に対してペレスは、フェルスタッペンと違うセットアップでレースに臨もうとしていたんだよ。でも、2021年は予選でペレスの2勝20敗、決勝でも3勝19敗と圧倒的に負け越していたんだ。さらに、マシンの作りが大きく変わった2022年、予選は4勝18敗、決勝で4勝17敗と大きく負け越したんだ。そして、この結果に対してマルコが加入した時はもっとフェルスタッペンと互角に、もっと安定して、上位の成績を上げられるものと期待していたって言ってたんだ。そうだったのね。去年おととしの時点でそんなに不満だったのね。でも、
今年のペレスはいい成績だったからさぞかし5万越だったんじゃないの？どこがだよ。何？急にボケ始めたんだよ。そうかしら？明らかに今年は去年までと比べてもフェルスタッペンに離されるような状況に陥ってたじゃないか。まあそうね。それで、この話が角田とどう関係するのよ？これが、実は角田とフェルスタッペンってどうやらマシンの好みが近いんだ。え？角田もちょっとステアリングを切ると一気に曲がるようなマシンが好みだったの？そうなんだよ。これは去年ガスリーと比較の時に出た話なんだが、どうもガスリーより角田の方が、フェルスタッペンとマシンの好みが近いみたいなんだ。なるほどね。今ペレスがあのマシンで苦戦してるところを見ると、来シーズンで契約が切れた後は、どうなっていくのか期待しちゃうわね。そうだな。特に1年目、2年目に比べて3年目の今年ははるかに落ち着いていて、不用意なクラッシュも減ったと思うぜ。何より、決勝でのリタイア扱いの回数が一昨年は3回、去年は5回あったのが、今年はシンガポールの1回だけだったからな。一貫性がないのが課題だと言われていたが、明らかに安定してきていると思うぜ。確かにそうね。安定してきたことによって、例えば今年のオーストリアグランプリみたいに、入賞から明らかに、程遠い位置にいたのに、いろいろあってサバイバルレースになった結果、気づいたら入賞圏内にいた、みたいなことってレースの世界だと間違いなくあるもんね。そうだな。そんな時に単独でクラッシュしてたりするとそのチャンスを拾えないわけだからな。そうね。あとは、ガスリーとトストさんが言うように、食事とか体作りとかができてくると、真のトップドライバーになれるみたいだし、ぜひいいシーズンにしてほしいわね。そうだな。いろんなところで言われているが、昇格するか、シートを失うかの二択みたいだから、頑張ってほしいな。続いてはこの動画だぜ。霊夢は、歴代の日本人 F1 ドライバーの中で、ファステストラップを記録した人が何人いるか知っているか？最近、角田選手がファステストラップを記録したのは、記憶に新しいけれど、他にも記録を残しているドライバーがいるのね。じゃあ今回は、4人の日本人 F1 ファステストラップについて紹介していくぜ。中島悟。まず一人目は、中島悟だぜ。中島は、愛知県岡崎市で、約300年続く、農家の4人継子の末っ子として生まれるぜ。代々続く農家の生まれなのね。きっと、家も広かったに違いないわ。ああ、霊夢の言う通り広かったみたいで、小学生の頃から、家の敷地でバイクを乗り回していたそうだぜ。やっぱりレーサーは、小さい時から乗り物が好きなのね。そんな中島は高校生になって、レーシングカートをはじめ、数千のレースに参加し、優勝も経験するんだ。いきなり才能が開花だわね。1973年、ガソリンスタンドで働きながら、鈴鹿シルバーレースを皮切りに、四輪レースに挑戦を始めたぜ。初戦で3位、その後シリーズチャンピオンも獲得したんだぜ。すごいわ。順調な滑り出しだわね。ただこの頃、中島は慢性的な資金不足に悩まされていて、なんと借金は、2000万円近くまで膨らんでいたそうだぜ。2000万円。気が遠くなる金額だわ。どうしてそんなに借金が増えてしまったの？レースをする上での部品代や整備代で増えたみたいだぜ。レースはお金がかかるからな。ガソリンスタンドの稼ぎだけでは、まかないきれないわね。そんな道半ばでレース人生が途絶える、危機的状況だったが、ここで中島の元に転機が舞い込むぜ。1977年7月、鈴鹿で行われる 2000cc マシンのレースに、急遽代役として起用されたんだぜ。どうして急に中島に白羽の矢が立ったのかしら？シリーズチャンピオンを取るなどの活躍によって、中島という速い奴がいる、とエンジニアたちの中で噂になったんだ。代役に抜擢された中島は、初めての 2000cc マシンながら、そのレースで4位という結果を残した。こんな才能があるのに、資金不足で辞めちゃうには、もったいなさすぎるわ。そうだよな。でもこのレースでとあるチームが中島に興味を持ったんだぜ。お、ということは、そうだ。中島はこのレースでの走りを評価され、翌年、最強チームと名高い、ヒーローズレーシングに加入するんだぜ。資金不足でレースをやめるかというところまで来ていたのに、チャンスをつかみ取ったのね。そうだな。しかも最強チームへの加入なんて、まさに、人生の転機と言えるレースだったんだぜ。1977年はノバエンジニアリングから、後の F3 に相当する FJ1300 に参戦。7戦前線で予選、決勝ともに1位を獲得する活躍を見せたぜ。向かうところ敵なしね。国内のトップカテゴリーで優秀な成績を収めた後、中島はヨーロッパ F2 選手権に挑戦するんだ。ついに、世界に羽ばたくのね。でも国内でこれだけ強ければ、世界にも通用すると思うわ。最初は前線していた中島だったが、ここでもまた資金不足に悩まされるんだぜ。とにかくレースはお金がかかるのね。そうだな。しかも海外となると遠征費もかかるから、国内レースの日じゃないだろうな。
ただ、このヨーロッパ遠征で見た F1 イギリスグランプリで、中島は人生が変わったと言っているぜ。何があったの？ F1 のレース場の華やかさに衝撃を受けたんだ。日本ではまだレースは、暴走族やドラ息子の集まりと思われていた時代で、ヨーロッパでは、世間で立派に認められている、ということを身をもって体感したんだぜ。今は日本でもたくさんのレーサーが活躍しているけど、まだまだ世に浸透していない時代だったのね。この日を境に、中島は日本でのレースの地位を上げるために走る、という考えに変わった、と言っているぜ。日本を背負って戦うなんて、すごい覚悟だわ。本当だよな。だが、そんな中島の気持ちとは裏腹に、資金不足で、ヨーロッパから撤退しなくてはいけなくなったんだ。せっかく道を見つけたのに、またしてもお金が高い壁になるのね。中島は、人に頼っていてはヨーロッパには行けない。自分でやるしかない。と決意し、自らの会社となる中島企画を設立したぜ。他人に頼っていたら、急に撤退と言われたら従うしかないものね。大変だけどいい決断だと思うわ。そうだな。志半ばで日本に帰ることになったのが、相当悔しかったんだろうな。1986年、F1 で勝利を挙げ始めたホンダのサポートを受け、ロンドンをベースに、国際 F3000 選手権を転戦していたぜ。ここでも資金を稼ぐために、国内の F2 にも一時帰国して参戦し、稼いだ賞金を F3000 の遠征費用に充てていたんだ。中島はヨーロッパに拠点を置くことを、何よりも重要視していたのね。レースの本場はヨーロッパだからな。すべてを捨てて海外に出る覚悟じゃないと到底届かないんだろうな。侍魂ね、かっこいいわ。そんな中島にまたしても転機がやってくるんだぜ。待ってたわ。ホンダ F1 の総監督だった桜井義俊に呼び出され、翌シーズン、ホンダがロータスにエンジン供給することが決まり、それに伴って、ロータスが中島と契約したい、と言っている、ことを聞かされるんだ。念願の F1 ね。でもロータスというチームは競合チームなの？ロータスは何度もコンストラクターズチャンピオンを取っている、超名門チームだぜ。そうなのね。そんなチームから F1 に参戦できることになって、中島の苦労が報われてよかったわ。そこでついに34歳にして、アジア人として2人目、日本人初のフルタイム F1 ドライバーになるぜ。F1 初年度のチームメイトは、チャンピオンを取る前の、あのアイルトンセナだったぜ。セナとチームメイトだった日本人ドライバーがいたなんて、知らなかったわ。実はそうなんだぜ。その後も安定してロータスでのキャリアを継続していくが、メーカー系ワークスエンジンを持つトップチームと、マシンパワーで差をつけられていくんだ。あれ？ホンダはどこへ行ったの？ホンダは1989年からマクラーレンに移り、ロータスはジェット製 V8 エンジンを搭載することになったんだ。カスタマー仕様だから、ワークスチームにはなかなか追いつけなかったのね。1989年は、チームメイトのネルソン・ピケと共に、予選、決勝ともに中位以降に沈むことが多かったぜ。世界最高峰の F1 の世界はやはり厳しいわね。ただ、この年の最終戦オーストラリアグランプリで、中島は見せるんだぜ。予選ではやはりライバルから少しで遅れて、中島は後方23位スタートだったぜ。今の F1 よりも台数が多いのね。なんとこの年は39台が参戦していたぜ。そんな台数で走るなんて想像もつかないわ。あまりにも参戦台数が多いので、新規参戦チームや下位チームが、本予選に参加するための、予備予選が、専用セッションとして設けられていたんだぜ。今の F1 と全然違うのね。本当だよな。この年のオーストラリアグランプリ決勝は大雨で、スタート直後からクラッシュする車が絶えなかったんだぜ。セナをはじめとするトップ勢もマシンコントロールができず、リタイアするような状況だったぜ。そんなにひどい大雨だったのね。そんな中、中島は序盤から次々と順位を上げ、驚異の19台抜きを見せ、中盤で4位につけるぜ。非力なエンジンなのにすごいわ。そしてその後、日本人初、アジア人初のファステストラップを記録したんだ。諦めずにレースを続けていた成果が、ここで実ったのね。でもこんな最悪のコンディションで、どうして、中島はファステストラップを記録できたのかしら。中島は日本国内のレースで活躍していた時から、雨の中島という異名を持つほど、雨が得意だったんだぜ。そうだったのね。それは他のドライバーも認めるところで、雨の中は、何に乗っても速かったそうだぜ。雨だとマシンの性能差が出づらくなるから、よりドライバーの腕が顕著になるっていうものね。中島は本当に上手いドライバーだったんだわね。間違いないぜ。中島自身は、なぜ雨のレースが得意なのか聞かれた際に、雨だと車は滑るが、その分ハンドルが軽くなり操縦しやすくなる。腕力がない自分にとって雨はチャンスだった、と言っているぜ。昔の車は今とは違って、ステアリングが重かったんだものね。体格差のある外国人ドライバーと戦うために、中島にとっては、雨はむしろ好条件だったのね。そうだな。
またとないチャンスをしっかり掴み取ったと言えるな。小林カムイ。二人目は、小林カムイだ。カムイはアイルトンセナに憧れ、9歳でカートを始め、1996年にカートレースにデビューしたぜ。憧れてレースの世界に入ってくる人が出てくるなんて、日本でのレースの地位が上がっているのを感じるわね。中島が目指していた、日本でのレースの地位向上が、しっかり実現されているよな。カムイは、カートレースデビュー後も着々と実績を重ね、2000年に全日本ジュニアカート選手権チャンピオンとなるぜ。やっぱり F1 レーサーになるような人は、幼少期から経歴がすごいわね。2002年度には4輪レースデビューを飾り、2004年、2005年はイタリアをはじめとする、ヨーロッパのレースでチャンピオンを取りまくるんだぜ。世界へ羽ばたくスピードがとんでもなさすぎるわ。カムイは、トヨタヤングドライバーズプログラム TDP に2002年から所属しているんだ。そこでは有望な選手は、ヨーロッパに派遣されて、経験を積ませていて、その一人がカムイだったんだぜ。トヨタの期待を背負って、しっかりヨーロッパで結果を出すカムイはすごいわね。2006年は ASM フォーミュラ3から、F3 ユーロシリーズに参戦するんだ。この時のチームメイトは、今も日本にたくさんファンがいる、セバスチャン・ベッテルだったぜ。セブとチームメイトだったのね。いつか鈴鹿でカムイと走ってほしいわ。そんな日が来たら最高だな。2007年も引き続き F3 ユーロシリーズに参戦するが、この時のチームメイトは、ロマン・グロージャンと、ニコ・ヒュルケンベルクだぜ。前年に続いて豪華なチームメイトだわね。F1 にステップアップした強者揃いね。本当だよな。2008年は GP2、今で言う F2 に、アジアシリーズも含め参戦したぜ。アジアシリーズ？そうだ。2008年から2011年の4年間だけ行われた、GP2 のアジア版だぜ。そんなのがあったのね。カムイはその年のマレーシアグランプリにて、日本人として初の、GP2 優勝を飾るぜ。その後、ヨーロッパに戻って行われた、GP2 本戦のスペイングランプリでも、日本人として初優勝したぜ。日本人ドライバーとして、道を切り開いていく感じが、かっこよすぎるわ。まだカムイの活躍は止まらないぜ。2008年2009年シーズンの GP2 アジアシリーズで、アジアシリーズチャンピオンを獲得するんだ。F1 直下のカテゴリーで、日本人が王座を獲得するのは、小林カムイが史上初だったんだぜ。カムイ、日本人史上初を達成しすぎだわ。本当だな。そんなカムイの F1 デビューのきっかけは、急に舞い降りてきたんだ。2009年の日本グランプリで、トヨタ F1 チームのドライバーである、ティモ・グロックが体調不良になってしまい、リザーブドライバーであったカムイが、急遽、金曜フリー走行を代走することとなるんだ。翌日、グロックは復帰したものの、予選でクラッシュしてしまい、怪我をしたため、次戦以降を欠場することになったぜ。そうなのね。グロックにとっては、散々なレースウィークになっちゃったわね。本当だな。ただこれにより、カムイは次戦ブラジルグランプリで、F1 デビューを果たすぜ。ついに F1 のシートを手に入れられたのね。でもカムイはトヨタと長い関係だし、F1 シートも安泰そうね。そう思うよな。え？何かあったの？なんと2009年シーズン終了直後に、トヨタが F1 から撤退することを発表したんだぜ。こんなタイミングで？あんまりだわ。実はトヨタは F1 参戦以来、一勝もできていなかったんだ。そうだったのね。そんな中、リーマンショックもあり、トヨタ本体の経営も、大きな赤字を出すような状況だったぜ。F1 はお金がかかるから、コストカットのために、真っ先に削られてしまうのは仕方のないことだわね。ああ、ホンダも2008年にリーマンショックの影響で、F1 を撤退しているからな。日本を代表する自動車メーカーでも、こんなことが起こりうるのね。それじゃあカムイはどうなっちゃうの？安心してくれ。カムイは、ザウバーとドライバー契約を結び、2010年からはザウバーから F1 に参戦できることになったぜ。よかったわ。今も F1 でザウバーが走っているけど、そのザウバーかしら？そうだぜ。昔から、将来有望な新人の起用で成功しているチームで、あの君ライコネンも、ザウバーからデビューしているんだ。カムイも期待の新人だわね。序盤はマシントラブルなどもあり、成果はなかなか出なかったものの、中盤からは入賞圏内を争うような走りを見せたぜ。決して戦闘力の高い車ではないものの、ルーキードライバーでは最も高いポイントを取ったぜ。1年目からいい滑りだしね。2年目となる2011年も、引き続きザウバーで走るんだ。この年のチームメイトは、今の F1 ではおなじみだが、当時新人のセルジオ・ペレスだぜ。ペレスにも新人の時代があったのね。今やベテランドライバーの一人だから、そう思うのも無理ないぜ。ペレスもザウバーからのデビューなんて、本当にザウバー初の出世ドライバーは多いわね。本当だよな。そんな新しいチームメイトも加わり、エースドライバーとしてカムイは引き続き活躍するんだ。
この年のモナコグランプリでは、自己最高位となる5位入賞を果たし、モナコグランプリにおける日本人歴代最高位を更新したぜ。また日本人歴代1位を叩き出している。カムイがどんどん歴史を塗り替えていくな。その記録と同時に、日本人獲得ポイント記録と、日本人連続入賞記録も更新しているぜ。もう、歴代記録を更新しすぎでついていけないわ。本当にすごいドライバーだよな。そんな絶好調なカムイが、翌年2012年の中国グランプリで見せるんだぜ。フリー走行から安定した走りを見せ、最終的に自己最高となる、予選4位を記録するんだ。ノリに乗ってるわね。決勝レースでは、トラブルで順位は落とすものの、23年ぶりの日本人2人目のファステストラップを記録するぜ。あの雨の中島のファステスト以来、ようやく2人目が出てきたのね。このファステストは、ザウバーチームとしても初だったから、チームとしてもとても嬉しい記録だっただろうな。トヨタ F1 撤退で、行き場を探していたカムイを見出してくれたザウバーに、恩返しができてよかったと思うわ。間違いないぜ。ところで今は、カムイは何をしているのかしら？まだまだバリバリの現役ドライバーだぜ。2015年からは日本のスーパーフォーミュラに参戦、2016年から WEC へもトヨタから出場しているぜ。やっぱりトヨタとカムイの縁は永遠ね。2020年は WEC でチャンピオンに輝くなど、F1 以外のレースでも、輝かしい成績を残しているんだ。何に乗っても早いのね。今は WEC のチーム代表も兼任しながら、今年も WEC とスーパーフォーミュラに参戦しているぜ。まだカムイの走りを見ることができるのね。これからの活躍にも大注目だわね。長谷見正弘。次は幻のファステストラップを記録した日本人ドライバーを紹介するぜ。幻。とても気になるわ。詳しく教えてちょうだい。その日本人ドライバーは、長谷見正弘だ。15歳の時に全日本モトクロスレースへ参戦し、レースデビューするんだ。モトクロス？モトクロスはオートバイ競技の一つで、オフロードの周回路で順位を競うスポーツだぜ。今までの二人とは経歴の経路が異なるわね。二輪のレースがデビューだからな。確かに少し異なる経歴と言えるかもな。1964年に四輪レーシングドライバーとなり、日産大森ワークスというチームに所属するんだ。この大森ワークスは、今もレースで数多くのタイトルを取っているニスモの前身だぜ。ニスモはスーパー GT とかで強いのを知っているわ。そんなチームの前身が、大森ワークスなのね。二輪出身の選手なのに、転向してもなお、日産のチーム所属なんて、よっぽど速いドライバーだったのね。実力があったのは間違いないと思うが、大森ワークスには同じ経歴のドライバーが多かったみたいだぜ。そうなのね。どうしてかしら？どうやら大森ワークスの初期に、モトクロスチームの作業場を使っていたみたいなんだ。なるほど。そのつながりで、モトクロスからレーシングカーに移行した人が多かったのね。その時代ならではの珍しい状況だったかもな。そんな長谷見は、1976年 F1 世界選手権 in Japan に、小島からスポット参戦するんだ。日本グランプリではないの？日本国外では単純に日本グランプリという表記なんだが、国内ではこの変則的なタイトルとなったんだぜ。何か事情があったの？ああ。実はこのレースは F1 世界選手権が、初めて日本で開催されたグランプリなんだ。ただ、別の国内レースで日本グランプリと関することが、すでに決まってしまっていて、F1 では使用不可になったんだ。そんなことがあったのね。大人の事情ってやつね。長谷見は、このグランプリの予選1回目で4位となり、F1 の海外トップチームを驚愕させたんだ。昔はフルシーズンではなくて、1試合だけの参戦もできたのよね。そんなチームが4位になったら、それは驚くわ。小島はこのグランプリの舞台となる、富士スピードウェイに特化して、トップスピード重視のマシンを作り込んだようだぜ。なるほど。それはスポット参戦のチームならではの、車の作り方と言えるわね。そうだな。予選1回目を受けて、PP も見える位置だったんだが、2回目セッションで、残念ながらクラッシュを喫してしまうぜ。このクラッシュの結果、マシンはほぼ全損してしまうんだ。せっかくいいタイムを出せていたのに悔しいわね。修復はレースに間に合ったのかしら？かなり厳しい状況だったが、見物に来ていたメカニックたちが、ボランティアでマシン修復を手伝ってくれたんだ。そのおかげもあり、驚くことに、決勝レースまでには走れる状態に再生できたんだぜ。初の日本開催で、チームの垣根を越えて、日本人が一丸となって車を直したのね。感動だわ。本当だよな。無事レースへの出走は叶ったものの、さすがに事故前のコンディションには程遠かったぜ。仕方ないわ。走れただけで奇跡よ。だが、長谷見は25周目に、なんとファステストラップを記録するんだ。え？こんな急ごしらえの車でファステスト？驚きだよな。正式なファステスト記録として発表されたんだぜ。すごいわ。やっぱり速さは本物だったのね。ただ数日後、なんと計測ミスであったことが発表されるぜ。ええ？
ぬか喜びさせられたわ。計測ミスなんてそんなこと許せないわ。実はハセミは24周目終わりにピットインしていたんだ。25周目はピットインのロスタイムを考えると、ファステストを記録できる状況ではなかったんだぜ。初めての日本でのグランプリだったから、まだ色々と整備しきれていなかったのかもしれないわね。この計測ミスにより、ファステストは訂正されたため、ハセミの記録は、幻のファステストラップと言われているぜ。ファステストの記録は幻に終わったけど、予選での速さは間違いなくあったわ。万全の状態で走れていれば、本当にファステストを取れていたかもしれないわね。角田裕毅。最後は、角田裕毅だぜ。ついに現役の F1 ドライバーが来たわね。角田は2000年に、神奈川県相模原市にて生まれるぜ。父親がジムカーナ競技をしていた影響で、幼い頃から、車と近い生活をしていたようだな。ジムカーナ競技？ジムカーナとは、舗装路面に設定されたコースを、競技車両が1台ずつ走行するタイムトライアルのことだ。カーレースのようにスピードを出すというよりも、テクニックが求められる競技だぜ。角田の父、信明さんは全国クラスの腕前だったそうだぜ。身近にそんな父親がいれば、小さい頃から車に触れ合う機会が多そうだわ。まさにそうで、角田は2005年、わずか4歳でカートデビューをしたぜ。4歳。幼稚園年少の年でもうカートに乗ったのね。その後、父親がメカニックを担当しながら、キッズカート、ジュニアカート競技にも出場するんだ。そこで次々とチャンピオンを獲得していくんだ。やっぱり角田も、幼少期から抜きんでた才能があったのね。2010年、将来有望なレーシングスターの登竜門である、JAF 全日本カート選手権に参戦し、2013年の JAF 地方カート選手権では、東地域でシリーズチャンピオンを獲得したぜ。順調すぎるステップアップだわ。本当だよな。ここまで素晴らしいカートの経歴を重ねてきた角田は、2015年、満を持してフォーミュラに転向するぜ。2016年に、鈴鹿サーキットレーシングスクールのフォーミュラ部門に入校し、スカラシップ選考会に進むんだ。レースはお金がかかるっていうのは、これまでの3人を見ていたいほど学んだわ。この機会は絶対にものにしたいわね。ただ最終選考会で、角田は惜しくも落選してしまうんだ。え、今や世界最高峰の F1 で戦う角田をしのぐ、強いライバルたちがいたのね。ああ、ちなみにこの時の主席は大湯俊樹、次席は笹原右京だ。この二人は今もスーパーフォーミュラなど、国内レースでバンバン活躍中だぜ。カムイも走っているカテゴリーね。国内レースも興味が出てきたわ。ところで、選考に落ちた角田はどうなったの？選考には落ちてしまったが、ある人が救いの手を差し伸べてくれるんだ。ある人？誰かしら？当時、鈴鹿サーキットレーシングスクールの校長を務めていた、中島悟だぜ。こんなところで中島と角田のつながりがあったのね。じゃあ中島がいなかったら、今の角田の活躍もなかったかもしれないのね。角田もレースをやめるつもりだったみたいだから、本当にそうだと言えるぜ。そんな中島からの救いの手もあり、翌年から、FIAF4 選手権のシートをゲットするぜ。早速第2戦の岡山では初優勝を飾り、16歳333日での、最年少優勝を記録したんだ。中島の目は確かだったわね。JAF4 東日本シリーズにも同時参戦し、総合1位を獲得、続く日本一決定戦も制すという活躍を見せるぜ。角田にシートを上げて、本当に正解だったわ。まだまだ角田の活躍は続くぜ。2018年はホンダフォーミュラドリームプロジェクトの育成ドライバーに選ばれ、引き続き FIAF4 に参戦するぜ。カムイとトヨタ、と同じ関係ね。ここの年の FIAF4 でシリーズチャンピオンを獲得するぜ。参戦2年目でチャンピオンだなんてすごいわ。あの時レースをやめていなくて本当に良かったよな。2018年、ホンダは F1 の PU サプライヤーとしてレッドブルレーシングと提携するんだ。それに伴い、日本人ドライバーの育成プログラムを開始し、角田はそのメンバーに選ばれるんだ。ホンダはリーマンショックの撤退以降、F1 チームは持っていなかったの？ああ。ただ、2015年から PU サプライヤーとして、マクラーレンとタッグを組んでいたんだ。だがパフォーマンスに悩まされ、なかなか結果が出せず、2017年を最後に、マクラーレンとの提携が解消となるぜ。今は圧倒的パワーを見せるホンダの PU にも、そんな時代があったのね。そんな中、ホンダが新 PU 供給先として、レッドブルレーシングと提携。まず、姉妹チームのトロロッソに PU を供給したぞ。ホンダから F3 合同テストに派遣された角田は、レッドブルジュニア所属のドライバーをしのぎ、トップタイムを記録するんだ。そんな角田を見出したのが、当時のジュニアチーム責任者の、ヘルムート・マルコだ。マルコさん、今でも角田を可愛がっているわよね。この時からの関係なのね。このテストを受けて、角田はレッドブルジュニアチームにも所属することになるぜ。しっかりとチャンスをつかみ取ったのね。そうだな。
2019年は FIA F3 にエンターモータースポーツから参戦したぜ。前半は苦戦したものの、後半戦での3度の表彰台が評価され、翌年 FIA F2 へ、ステップアップすることが決まったぜ。なかなか上のカテゴリーに上がるのに苦戦する人が多い中、とても順調なキャリアアップだわね。2020年、FIA F2 にカーリンから参戦するぜ。ついに F1 直下のカテゴリーまで来たわね。ここでも参戦初年度ながら、優勝3回を記録して、総合3位の好成績を収めたぜ。この年は、FIA 管轄の全カテゴリーの新人ドライバーを対象とした FIA ルーキーオブザイヤーを、日本人で初受賞したぜ。これはフェルスタッペンやルクレールなど、今の F1 のトップドライバーも受賞してきた賞なんだ。すごいわ。でも角田にも同じだけポテンシャルがあると思うわ。この順調なステップアップを見ると、間違いないよな。そして翌年の2021年、アルファタウリから、ついに F1 参戦となるぜ。ついにここまでたどり着いたのね。日本人の F1 ドライバーはカムイぶりかしら？そうだ。2014年以来、7年ぶりの日本人ドライバーになったぜ。デビュー年のチームメイトは、現アルピーヌ所属のピエール・ガスリーだ。この二人は兄弟みたいで、今でもファンから大人気よね。チームを離れても仲がいいみたいだから、本当にいい関係だよな。角田はデビュー戦となるバーレイングランプリで、数々の華麗なオーバーテイクを見せて9位入賞を果たすぜ。初戦からいきなり入賞だなんて、なかなかできる技じゃないわ。本当だよな。ただトップチームと比べて車の性能が劣る部分も多く、ここ数年は苦戦するレースも多かったぜ。そんな中、昨年の2023年のアメリカグランプリで、ついに角田が見せるぜ。待ってました。レース終盤、後ろと差をつけて10番手を走っていた角田に、急にピットインの指示がチームから出されるんだ。角田は何か問題が起きたかと思って、心臓が止まりそうになったと言っているぜ。せっかく入賞圏内で走っていたのに、トラブルが起きたら水の泡だものね。ただそのピットストップはファステストを狙うために、ソフトタイヤに履き替えるものだったんだ。ただ残り周回は一周、ファイナルラップでのファステストを得る作戦だったんだぜ。やり直しの効かないスリリングな瞬間だわ。そんな中、角田はしっかりとタイムを出し、日本人史上3人目のファステストラップを記録したぜ。しっかり取り切るのが角田のすごいところだわ。ちなみに、中島とカムイの時は、ファステストラップ獲得はポイント対象とはなっていなかったので、角田が、初めてファステストラップのボーナスポイントを手にした日本人ドライバーとなったぜ。そんな勢いそのままに、今年も角田は絶好調よね。ああ、今年はアルファタウリ改め、ビザキャッシュアップ RB フォーミュラ1チームで引き続き F1 に参戦中だ。予選では2戦目から安定して Q3 進出を決めており、オーストラリアグランプリでは7位入賞と、チームを牽引しているぜ。また先日の日本グランプリでは、チームのピット戦略も成功し、2012年に3位表彰台を獲得したカム以来、12年ぶり、日本人の母国グランプリ入賞を果たしたぜ。今年の角田からは本当に目が離せないわ。ここまで日本人ファステストの記録を聞いてきたけど、たった3人しかいないのね。ああ、日本人フルタイムドライバーはこれまで10人存在するが、ファステストラップの記録を持つのは3人だけということからも、この記録はいかに偉大かがわかるよな。現役バリバリで活躍する角田には、これからもどんどん記録を樹立していってほしいわ。さらに先日の日本グランプリでのフリー走行で走った岩佐歩夢や、マクラーレンのリザーブドライバーの平川亮など、期待の若手日本人ドライバーも出てきているので、これからの日本人ドライバーの活躍にも注目だぜ。他にも印象に残る日本人 F1 ファステストラップのエピソードがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。